皆さんこんにちは,は MBS アナウンサーの玉巻美と気象予報士の広瀬俊ですお天気にまつわる疑問質問をテレビよりも丁寧にお伝えしていきます、はい、疑問がある方こちらまでお待ちしておりますよろしくお願いします、はい、後ろの映像ビカ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 雷イになってて光ってますね,ねまあ不安定で雷イになっている日もあれば梅雨の中休みになっている週もあったりと <laughs> まあでもまた梅雨空が戻っているということで、はい、傘 大活躍する季節ですね今日はちょっと持ってきたんですけれども<ら>お借りしたんですけどねおしゃれじゃないのやっぱりなんかこう,うん、うん、傘だけで雰囲気変わりますね,ね明るいね, <laughs> ね明るい気持ちになる <laughs> そうそうそうなんかね空が暗いからねこういう明るい色 傘を持つと、いいですけども、はい。気象予報士さんは傘いっぱい持ってるんですか?はい。いっぱいは持ってないです。<laughs> 持ってない。持ってないけど、あのー、あれビニール傘じゃなくて、ちゃんとした傘持っておいた方がいいかなと。なるほど。思ってたり、三<あ>つぐらい折りたたみ傘持ってる。わあ、ね、すごい、さすが。はい、ちっちゃいのやら、大きいのやら。入念ですね。すけども、<laughs> はい、まあ、今日は傘の、今回は傘の話題をお伝えしていきますけども。はい、はい、玉巻さん、傘は英語で何という。 傘は英語でアンブレラでございます素敵な発音でございますけど <laughs>、はい、はい。アンブレラですね傘に関する豆知識あの洋傘ですね、うん、はいラテン語のウンブラが語源なんです、うん、小さな影っていう、えー、え影ですか影影これ影なんですよだって雨の日影ってできないですよね、はい、じゃあどんな日が影できますか晴れてる日そう元々は実は洋傘って日傘から使われ始めたんですそう、えー はい、あの日本洋傘振興協議会の田中さんに話を伺ったところ、はい、およそ4000年前に日傘として使われ始めているのが、えー、古代エジプトの壁画に描かれていたとそっか。エジプトは雨より、ねはい、日差しが強そうでちょっと気候変動しているので当時、まあ、それなりに雨も降っていたんだけどそ,そんな古くからあるんですね。で洋傘ででの話なんですけどじゃあいつ <laughs> 雨の日に、一般的に使われ始めたかっていうことなんですよ。はい、それがこちらで。18世紀後半に、イギリス人のジュナスハンウェイという人が、はい。雨の日に、こう街を。傘をさして、<う>洋傘をさして、歩いてて、街中の人があれやん、あれやん。ってって<ー>私たちも使おうってなって、一般的に使われたと。雨の日も使えるやんって、気づいたんですね。そうそう、そういうこと。ね。<ー>今だったら、そんな感覚になるのって、びっくりじゃない。うん、不思議な感じ。はい、でも、当時は、あの。 馬車から玄関までの、えー、その短い間で雨傘としか使われなかったから一般的に使われてなかった<ー>だからすごくざん当時の人には斬新な移り方をしてたというと、ね、アイデアマンだったわけですねジョナス・ハンウェイさんという人が、まあ、すごい人だったということですよね。そう思ったら、うん、歴史として まあ雨の日に使うってなると浅いんですね、うん。まあ洋傘は意外と浅いということなんですけども、でも最近はもう本当に一年一年新しい傘ってできて出てきてますよね、うん。なんか毎年注目の傘って出ますよねなんか、はい。本当に欲しかったという傘がどんどん出て、はい、出るので、はい今日はあの梅田ロフトさんの全面協力で<お>売れ筋の傘を三つ紹介させてもらいます。知りたい知りたい。ありがとうございます。はい、ということで。 三つなんですけども、じゃあたまさんまず一つ目持ってもらいましょう。一つ目いただいたのがこちらです。ね柄は星柄ですよ。可愛らしい。開けてみましょうか。開けてみてください。開けた感じどうですか？ええ、いや柄すっごく可愛いんですけど、えなんか一見普通のよくある傘のように思えますね。でも特徴があるんですよ。名前見たらわかります。ダントツ撥水アンヌレラ。 アンヌレラ濡れないの、濡れないの。この手の動きはちょっとよくわかんないですけど、あの表面に特殊な加工を施してて、めちゃくちゃ雨撥水される、水されるんです。弾いてくれる。弾いてくれる。これが？そうそう映像もありますのご覧ください。ほらほらほら。おおあすごい。ね拡大した映像もあるんですけど、これやっぱり水弾いてるでしょ。本当だ。おわすごい。ね。 ちょっっとこう振っただけでうもう1回ぐらい振っただけでもかなり取れてくれるみたいめちゃくちゃありがたい、ね、折り畳たたみ傘なんかもう何回も振っても濡れたまんまでなんか嫌だなって思う時あるじゃないですか、うん、私ねもう会社着いたら1回でずっとこうやってますから <laughs> <laughs> なんかねそこで止まっててやってると後ろの人にの邪魔になっちるしもうスカートとかびしょびしょになっちゃうんでもうすぐ乾いてくれたら最小限のフリフリで済んでくれるっていうのでアンヌレラ便利な 傘っていうのはわかりますよね。これは嬉しい。はい、これがおすすめ一つの傘でした。<はい S 1> じ二つ目、私の方から出していきますよ。なでしょう次は。はい、じゃあもう刺してきますね。わ、何何？面白いのが来ましたね。もう色が特徴です。どうどうどう。表面見てください。これなんて言ったらいいんだろう。もう虹色ですよ。あの透けて、広瀬さんのお顔は。 見えるんだけど、はい、色がなんかいろいろ反射して。これ、多分ん畳んだ方が。わかりやすいかな。は,はい。はい<ぁ>。パイピングオーロラがさ、オーロラ色なんです。オーロラっていい表現ですね。ね映えるでしょう。映える。ね。余計にさっきね、あの暖色系の傘持ってくれてましたけども。こんなさ、傘さしてたらね。なんか、おしゃれじゃないですか。おしゃれです、ね。洒落をつ。 ね、なんかふわちゃんさんとかが使ってそうな感じ。<laughs> 多分タママさんもお似合いだと思いますよ。本当ですか。うん、いやー面白い。えこうやって。そう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 。影をね見たらよくわかると思うんですけど。光を通して。そうそうカラフルなので、うん、本当に女性に今すごく人気になってる傘。なんかこうやって写真を撮りたくなりますね。ね、うん。ね。ね なんか、それこそね、どんよりしたら憂鬱な気分になるけど、はい、この傘のおかげで、本当に心が明るくなる。うん、そんな商品になっています。これ、画像と同じ傘ですよね。ね同じ傘です。<あ>だから、いろんな色を楽しむ。あ、光によって、こう、ブルーの時もあると。そうそう,そうそうそう。街の、いろんな照明をね、映してくれて。ええー、面白い。ね、街に溶け込むとね、すごく綺麗な傘になると思いますよ。<ー>はい、これが、二つ目でした。はい。じゃ、あ三つ目、じゃ、玉巻さん。の方で。今日は。 折りたたみ,みがきましたよ。はい。すっごいね軽いです。ね意外と大きいのに軽い。めちゃめちゃ軽い。ねそれでも嬉しいんだけど。はい。開いたら特徴がわかります。開きます。はいこの傘。よ。どうだ。えい。お？お？これこっち？<え>これがこれここ。なんか黒い部分がちょっと出っ張ってますね。そう。 こっち、あっちが前でこっちが後ろ黒い方が後ろ側になるんですけどこうそして見たら名前がバックプロテクトフォールディングアンブレラっというんですけど後ろが長い分そうカバン持った時とかリュックとかれないでで済みそうすね折りたたみ傘みたいなコンパクトな傘って結構前か後ろか濡れるでしょうリュックサックなんか特に濡れるけどもうその心配いらないっていう傘です。 はいいやね、だいたい進行方向しか気をつけないから濡れないように濡れないようにとパって見たらビッショビショみたいな時ありますからねなんかぐっさぐさぐっちゃぐちゃみたいな <laughs> ありますありますはい、まあそれを守ってくれる傘ということなので、えー なんか僕これ欲しいです、ね、<laughs> でもなんか晴れの日はこっちを前にして日傘にしたいですねあ。ちょっとねあの日傘効果もあ,のありますのであそうなんで晴雨兼用の傘と言ってもいいかもしれません、ねえー。これははいいいなと <laughs>、はい、いうことで3つ。 あの梅田ロフトさんの商品紹介させてもらいましたけど、はい、欲しくなりますよね。欲しくなりましたし、なんか他にもきっといろんな商品があるんだろうなと思って、うんうん、また見に行きたくなりました。あの代表あの売れ筋の三つだけ紹介させてもらったらいろんな商品あると思います。はい、でこれから梅雨の後半でやっぱり大雨が心配になる季節じゃないですか。ってなるともうザーッザブーリ土砂降りの雨だからあの本当に役立つ傘って欲しくなりますよね,、うん、ね本当そうですね。うん、なんか気持ちも変わりますしね。はいうん ちょっとでも楽しく傘を楽しんで、はい、いい傘おしゃれな傘で、はい、まあちょっと地面とした季節乗り切っていきましょうかはい、はい、ということで梅田ロフトさん、はい、ありがとうございましたありがとうございました <laughs> はい、えー、これからも疑問質問お待ちしておりますので、はい、こちらまで送ってください今日は傘についてお伝えしました、はい、それではまたありがとうございました